はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングランクマッチやってきます。まあ、昨日、一昨日はね、受け回し以外を使ってて、割と攻めによった構築とかを使ってたんですけど、まあ、僕は受け回しのが好きなんで、いつも通りに受け回しを使ってきます。ねえ、これこそさ、ヤドキング通りいいでしょう。サンダーに投げてそのまま出てくる、ナットもレヒレも、ヤドキングで割といける感じで、まあ、ブルルが引き先だと、レヒレが挑発瞑想みたいなのだった時に欲しいのと、ウーラオスには強い。バンギーもそこそこ。で、ラスト無道いればいいかな。ヤドキング、ブルル、無道とかで割といけると思うけど。何から入るかが、無道からかな。ステロ巻きたい感じがめっちゃある。ナットが出てくると、めんどくさいけど、まあ、ステロ巻いて引いて、まあ、ナットレイがとにかくめんどくさいな。ナットレイどうしよっかな。レヒレから来る。これ、ステロ超巻きたいけど。まあ、普通に。いやー、トリックも全然ありそう。でもなんか、ブルルスカーフ持ったら強くなりそうだけど。上から殴れるようになって。それはそれで強いかもしんない。いやー、でもこれね、ヤドキングでスカーフトリック食らうよりブルルで食らう方がまだマシで、ウラオスの毒好きとかアイアンヘッドだったら無道と引く感をタクになるから、まあまだやれるんだよね。だから、こっちでいいと思うんだけど。で、そもそもトリックじゃないんだったら、いろいろやりたい放題できる。トリック。まあ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 。いやーこれね、S どんぐらいあったっけ、この、のんきのブルルって。ブルルさ、実数値が見たいんだけど。86、120、全然、いやまあでも、バンギワンチャン抜けてるな。S 振ってないんだったら。とりあえず、いやーここね、割と慎重に打たなきゃいけないところで。相手ナット持ってきてるんだったら、ここナット引いて釣りたいな。釣りに行った方がいいかな。引く、いやこれな絶対出てくるとしたらナットしかないでしょ。釣るわ。まあ、相手このまま突っ込んでってても出ててもこっち引いてんのがヤドキングだからレヒレ割と余裕っていう話があるのと、あーはいはいはい、危ねえ、引いてよかった。ここどうするかな。ヘドバック割と押してっていい感じもあるんだけど。ああ、まあまあまあ、ヤドキングのアイテム取られんのはいいか。ヘドバック押しちゃおう、普通に。それはまだなんとかなるのと、そもそもウーラオスがまだ、大丈夫だね。いろいろ大丈夫だと思う。まだあと、ハチマキって決まったわけじゃないから、引いてる。ウーラオス、これ毒らせたいなぁ。ここで出てくるやつ。悪だよね。ドクルドでかい。ドクンない。これね、ブルル引くの見え見えだよな、割と。ただ、レヒレをヤドキングで相手できてるから、まあ、見え見えなんだけど、ブルル引きでいいかな、一回。多分、なんとかなると思うけど。ああ、つってくるのはちょっとうるさいけど。多分この動きしてくるってことは相手ナットレ裏にいないんだよね。だから、まあ割とこれでいいかな、みたいな感じだけど。これラストが多分、こっちのブルルに強くないとさすがに相手ちょっと苦しいから、まあ3打いたよね、確か相手の構築。さすがにそうなんじゃないかな。サンダーか。ラストね。いや、でもサンダーだったら出てこれる場面いろいろあるんだよな。他にも。いやー、微妙なとこだな。宿り着でいいと思うけど、ただ。あ、帰ってきた。アイテム帰ってきたけど。これ助かるね。宿り着も負けるし。だったらここウッドホーンで、レヒレ始末しておきたかったけどな。意外とうまくいかないものだな。ここね、交代読みでヤドリギ連打したいな。
やー、まあウッドホーンでいいか。ブルル出てくる分には、あ、ブルルじゃない、ウロス出てくる分には構わないし、まあサンダーとか出てくるんだったらヤドリギが正解なんだけど、なんかこうもう一回トリックしてきそうじゃね。それか、あ、かかったわ。オッケーオッケー。もう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってくんですけど、さっきの人多分ね、なんか裏で崩せるあれが、なんかレヒレのトリック絡めてうまく崩そうと思ってたけど、なんかうまくはまんなかったなみたいな多分ノリだったと思うんだよね。で、今度の選出、これは、無道がめちゃくちゃ欲しいかな。で、バンギでいいね、特集系は。ポリツーとサンダーだから、まあ、バンギでよくって、で、バンギ無道が確定になるでしょ。ラストねー、ラストねー。ミミッキューいるから、さすがにドヒドかなー。ウラオスちょっと重いんだけど、これでハチマキウラオスが重いけど、ゴリランダーのがハチマキ持ってる、雰囲気あるけどな。で、初手誰投げるかが結構重要なんだけど、さすがにこれ無道からかな。初手入るべきは。ハチマキウラオスより、ハチマキゴリランダーとか、あとドリューズ相手に初手でステロ負ける場面の方が美味しい気がするのと、型破りだから、ツノドリル考えると、一回でも引く盤面減らしたいな、みたいな感じがありますね。なんか、最近、その、コメントでね、動画の長さの話がね、いろいろあって、なんか、まあ、長いと長いでいろいろ問題もあるっていうね、まあ、難しいとこなんですよね。あ、これだったら番組から入りたかったな、こっち。ステロ、有利対面でマクのを狙ってたんだけど、こっから相手ボルチェンで展開してくるタイプだと思うけど、さすがに引かざるを得ないかな。ねえ、そう、動画の長さがね、どうしてもね、20分を超えることが、まあ、受けループだから、1試合だけだったら、15分とかさ、だいたいね、18分ぐらいで収まるんだけど、選出入れると、ま、だいたい20分になるかなんないかぐらいで、で、ね、それ以外だと、その、2試合分とか載せると20何分とか、それとも多分短い方なんだよね。1試合平均13分、選出時間、26分ぐらいの動画が結構いいんだけど、選出時間込みで1試合平均13分だとして、まあ受けループにしてはそんなに長くない方な感じがあるから、みたいなね。ここ相手ダイマ切ってくるんだ。これはこれで割と助かってるかな。第3ダークラ、いや、この急所ちょっとうざいけど、第3ダークラウか、どうしようかな。これダイマ切っても全然いい。むしろダイマ切って、リタイかな。いやー、クロス出てくる場面めんどくさいか。いやー、さすがにここダイマだな。相手ここダイオーロしてたら次ダイアースをしますねー。いいかな。まあクロスだけ気をつければいいけど、ダイマックスがない以上割とドヒドイデとかに対しては結構余裕あると思うんだよな。あ、ドヒドイデでミミッキュ見るとかについてはだいぶ余裕あるから。ジェットシャニムに相手サンダーで来ようとしてるけど、これはさ、なんかこっちの方が割と都合よくない？こっちにとってはサンダーとバンギでダイマックス打ち合えるんだったらこんないいことないよな。強っ、ハリエン強えじゃん。これだったら6連打かな、さすがに。うん。むしろね、ポリツーで、ダイスチールとかでダイマックス切られて、アイアンテールのね、ダイマックスとか切られて、バンギがっつり削られた後にサンダーで押し込まれるとかの方が怖かったけど、サンダー引いた。サンダー、まあ、あの HP だから、誰でもいけるっちゃ誰でもいけるね。ドリューズ。砂かきか。ただ乗りすんな、お前。構築にさ、誰もいないじゃん、砂を。あ、ドリューズは一応あれか。第6個押せば、砂を起こせんのか。ただ乗りされてもなんか、すごい尺だけどな。まあ、素直に引いといた方がいいね。無道に。で、こっちダイマックスもうないから、処理ルートにあんまり余裕がないんだけど、ただ、かといって相手も相手で、いや、ここ釣れんのうまいな。
やるね。ただ、ボルチェンないなら別に。で、アッキでもなかったでしょ弾だから。だから次相手殴ったら3打死ぬんじゃないかな。これでも今日なんかいい感じに短時間の試合になってるから、割と短い、あれに収めれそうだけど。さすがに番引き。でも3、ここ羽しかない。ああ、ここ捨ての負けたな。羽しかないもんな。いくらなんでも。あぶねえ。引いといてよかった。はいはいはい。まあ3打退場して。いや、これ全然いいんだよな、これで。受ければたまになんかこういう、その、決まった通りの行動をしてるだけで勝てる時があるから。読んだりする必要も全くない時があるからね。なんか。いいよね。コムド引きで。で、型破りでもないから、ドリルも怖くないでしょ。めっちゃいいな。ヤドキングとかをさ、もうちょっとなんか、うまく使えるようになりたいなとか思ってたんだけど、結局ドヒドバンギムドの選出が、まあそのトップメタの割と構築に、負けないようにドヒドバンギムドが考えられてるから、まあその選出が多くなるんだけど、それに、なんかドヒドバンギムドが軸で、他の3体が、あとその3体で受けれないところを各自受け持つみたいな雰囲気だと思ってるんだけど、なだれ。まあ、剣舞されてないから別にいいかな、全然、これは。次のサイクルで剣舞してくること考えると、一回跳ねかな。ラスト次第では、無道で積むね、相手。ちょっととりあえず今日の目標は15分以内ぐらいの2試合合わせて15分以内に収めることだからね。なんとか。さっき1試合目が多分6分とかあったから、ぼちぼちいい感じにいけばいけるんだけど、ここでポリッツちょっと困るなぁ。これしかも上がんの C でしょ。これ普通に余裕に見えて全然余裕じゃない試合になったなぁ。ダウンロードだけど。いやぁ、このポリッツ S 振ってんのかな、遅いと思うけどなぁ、今のポリッツみんな。どうしようかなぁ。どうしようかなぁ。番木削りたくないなぁ。番木削るとポリツーで。いやぁ、まぁ一回引くか。砂展開しながら投げれるし。身代わりあるんだったらここ身代わりだから。まぁ、無傷で置けるから。で、身代わりじゃないんだったらじゃないで、まぁ、ドヒドで、ネットで頑張って焼いたりとかいろいろ。ぐにょぐにょできる。放電。マヒン内で、さすがにマヒンのだけやめてほしい。OK。大丈夫。相手、ドリューに引いてくるんかな。ドリュー引きに対して。いや、待ってきたいけどな。OK、OK。突っ張ってんだったら、リュウマイで正解で、放電でマヒン内ことも。条件なんだけど、ここから番木で殴り合って頑張っていくしかないから、まひんねよ、マジで。まひったら次殴る。オッケー。いやー、でもあのドリューズあれか、スカーフの線が切れないか。さっきなだれ打ってきたってことは割とスカーフっぽくて。まあだから1枚で殴ってった方がいいな。で、ポリツーに再生強要して、残飯稼ごう。引いたんだったらここ自信だったけど、いやこれ多分ドリューズスカーフだと思っていいと思うんだよな。タスキも潰れてて放電麻痺狙う以外ないんだけど、ここで投げるってことはスカーフだったら投げれるから、そうそう、6バラとかに投げれるんだったら動けるでしょうね。さっき剣舞試合でなだれ打ってきたのも多分だからなんだよね。だっこ、いやーここね、いやーまあ無動引きでいいな、まだ無動引きでいい。いや、ここ相手釣れないでしょ、ここは。こっちだってさ、まあ、番木の S ラインにもよるんだけど、釣れないと思うけどなぁ。だからまだ剣舞の線が切れないから、さすがに、うわ、ここも釣んのか。やるなぁ。マジで。やりよるなぁ。
ちょっとめんどくさい感じあるけど、無道死ぬとドリューのね、一貫がえぐいから、さすがに無道まだ切れないでしょ。ドヒドに一回経由するしかないかな。相手、ダウンロードの上がり方があれだから、いや、いけるいける。ちょ、待って、こっから試合長くなるじゃん。めちゃくちゃ長くなるじゃん。相手粘ってくるから。これ火力ないな、明らかに。明らかに火力ないよね、これ。ここ、ドクドクケアすると、身代わり押すか、ドリューに引くかしかないんだよね。なんで、バンギ置きに行っていいと。バンギさえ回復できれば負けようがないと思うんだけど。だから相手バンギまひらせてから引きたいと思うんだよな。さすがにそれしないといくらなんでも分が悪すぎるから。あ、放電はまあよくて、バンギがまひんないのがめっちゃでかいのと、ダウンロードで C が上がってないおかげでバンギが回復できるな。自信押すか。龍舞考えると即引きしたいと思うんだよね。で、ポリッツの、あー、まだ、まだ突っ込んでくるか。ただ、殴ったら殴ったで、ポリッツね、回復しなきゃいけなくなるから。あー、放電で絶対まひらせようってノリか。はいはいはい。あー、どうしよう。いやー、まだ回らなくていいんだよなー。どうしよっかなー。自信をしてるからドリュー引きたくないと思うけどなー。待っていいか。オッケー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 。で、いずれにしてもバンギのヒットポイント確保できるんだったら何だっていいから。バンギ残飯で HP 管理するしかないのがむずいんだけど。あー、オッケーオッケー。再生押したくなるよね。再生強要して、舞うのが強いからね。で、ここで多分、ここでドリューズ投げるんだよな、さすがに。まあ、投げてないなら投げてないで、ポリツ削ってなんか、押し付ける感じでいいか。引いてない。あ、オッケーオッケーオッケー。HD でしょ、このポリッツ。あー、わかんないな、急所。だから、こんだけ入ったの、実はめちゃくちゃでかい話があって。ここもまひんないのは天才で。まあ、でももう一枚だね。再生しか押せないと思うけど。2枚で切ると、スカーフじゃないドリューズを、バンギが上から始末できて、スカーフだった場合は多分、こっちがスカーフ考慮しないで殴ってくるところを、潰してポリツで詰めるルートしか取れないから、まあ、こっちは引きで良くなるみたいな感じだと思うけどな。6ブラでいいね。2枚してるからあと結構ポリツが削れてくんだよね。受かってない。急所めっちゃ当てるの偉い。ちょ、そのまま なんならもう一発いけ。倒す倒す。あ、惜しい。惜しいけど、ここまひんなければ勝ちだぞ。おい。おい。マジでさ、いやでもこれだったらね、ここ絶対リュウマイでいいんだよな。こんなリュウマイ押せって言ってる場面ないからね。リュウマイして、再生で、これで3枚してるから火力が十分だから自信連打でいいと思うけど、相手再生連打すれば番組回復するから。なんだかんだこれグダグダやって、TOD でも勝ちだからね。ちょ、これさ、試合時間めっちゃ長くなっちゃうからさ、なんかそれは嫌だなみたいに思ってる人は、ちょっと相手に言ってほしい、この対戦相手の人に。この対戦相手の人が、降参をしてればさ、ねえ、こういうことですよ。こういうことが将来起きることを予見できるにもかかわらず、
降参しないわけだから僕は悪くないです。対戦相手の人のせいにします。でもしょうがない。でもさ、しょうがなくない？受けループだから時間かかるよね、めちゃくちゃ。1試合に、まあ、20分内に収める。収まんないよ多分。残念ながら収まらないんだけど、6ブラでいいね、こっから。まあ、降参でしょ、ここで。OK。収まっててほしいんで、早く終わります。じゃあ、お疲れ様でした。GG。